イゾログーン始めるわよ。 CAD オペレーター向けお役立ち情報チャンネル、 CAD オペチャンネル。このチャンネルでは CAD オペさんに向けスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けします。お届けするのはワンオペで男の子3人を育て、21年間で2350人の CAD オペレーターさんを指導してきましたインストラクターの建設の花澤さんです。どうぞよろしくお願いします。高単価で指名される CAD オペレーターへの第一歩、初めての建築ビーム21日チャレンジがいよいよ始動します。 CAD なら何でもいいんでしょう。オートCADとレビットの違いは何で違いが必要なの、その疑問に答えようと思っています。さて今日の花澤さんはこちら、 2DCAD と 3DCAD の違いとは、オートCADとレビットの違いとは、ビームと 3DCAD の違いとは、ちょっとずつですね専門的になっていきます。今日も3本立てでお届けします。はい、 2DCAD と 3DCAD の違いとはですね、 2DCAD とは平面に図面を描いて立体を表現していきますよね。二次元では立体図が描けないため、三角法と呼ばれる手法を用いて立体の正面、平面、側面の図面を描くことで立体を表現しています。ちょっと難しいですね。図解するとこんな感じですね。平面図と立面図と断面図みたいな感じですね。表記していきますよね。 3DCAD はどうなんでしょうか。一般的に有料と無料のものがあるんですが、ざっくりな定義はこんな感じですよね。コンピューター上で立体のモデルをデータを作成することができる設計ソフトです。なのでいろいろな角度から眺めることはもちろん、表面積や体積、重心などを瞬時に計算することもできますよね。他にもですね、部品同士の干渉チェックや機構の動きを確認したりと、本当に多くの機能がついています。ではレビットとオートキャドの違いについてはです、レビットってっていうところなんですが、レビットはオートディスク社という会社さんが開発した Windows 用のですね、建築の3次元 CAD ソフトウェアとなります。ポイントは Windows 用です。前回の時ですね、Mac に入りませんってあったんですが、 Mac にも入りません。これ Windows 用なのでお気をつけください。はい、でこの子は何ができるかっていうと、 3D モデリングのデータからですね、平断面やですね、縦断図、横断図とかを作成してですね、そこに文字や寸法を入れて図面をまとめるソフトとなります。なので一つのソフトでですね、こういう感じ のパースのものもできますし、平面のもできますし、ごめんなさい、表も作れますし、こんな藍染めっぽいのもできちゃうんですね。これ一つのファイルで簡単にできちゃうんですよ。すごくないですか。 3Dモデリングさえですね、ちゃんとやっておけば誰でも簡単にパースにも活用できて、数量も広いで図面にも活用できる。イメージはですね、レゴブロックとかマイクラとかこんな感じです。土木さんだとプラレールっていう形もありますね。はい、こんな感じで作成できます。ではオートキャドはどんなキャドなんでしょうかというところですね。オートキャドです。私オートキャド大好きなんですけど、オートキャドはオートディスク社、同じ会社さんなんですが、そこが開発した汎用のキャドソフトウェアとなります。1982年最初のバージョンである 1.0 が発売されました。このソフトは建築、土木、機械分野をはじめとして汎用CAD、汎用CAD って何っていうと、いろんなものが作れますよっていうので多く利用されてますよね。世界的シェアのあるソフトです。はい、2次元も書けます。もちろん 3D も書けるんですが、主に2次元で書くとかご存知の方が多いのではないでしょうか。20年前にはですね、CG ソフトの代わりに映画のですね、特殊効果ですね、使用されてました。氷のかけらだったりとか、あと車のボディデザインとか、お菓子とかパッケージデザイン、お洋服のパターンとかでですね、いろいろ使える CAD となっています。面白くないですか？オートCADも 3D が作成できるんだけど、何が違うのっていうと、いくつか違いがあるんですけど、大きく挙げるとですね、この3つが違います。
レビットはファイル一つでですね、平面図、一面図、集計だったりパース図とかができるんです。1個のファイルの中です。そしてレビットは属性情報というもの、こういうマテリアルがついて、こういう人が作りましたとか、こういう年月日でしたとかいう、あと熱量だとか、ものによってはですね、熱量だとか計算式とかあります。そしてレビットには画像の概念がないんです。続きはですね、オンラインサロンでというところなんですが、続きは参加していただいた先でお話をしたいと思っています。 BIM と 3DCAD の違いとは何でしょうか。 BIM と 3DCAD の違いとはなんだ、わかります？BIM とは建築を情報で想像するといった意味になるんですね。 3DCAD はこちら、 3D モデルを構築する中でいろいろな情報をモデルに持たせて、その情報を管理することで図面、発注書、仕様書などを作成することができますよね。主な3つの違いはこちら、作業工程が違って、打ち合わせが違って、データ活用の幅が変わってきます。まず作業工程が違う。3DCAD ではですね、最初に2次元図面を作成するんですが、そしてその情報をもとに 3D モデルを作成し、視覚的に形状の把握をすることが可能ですよね。一方 BIM は3次元モデルの方を先に作ります。その後作られたモデルの断面を切り出して2次元図面を作成します。打ち合わせが違う。何が違うのか、こちら、発注者の多くは建築施工についての知識がありません。ありませんというとちょっとあれですが、みんな均一かって言われるとちょっと難しいですよね。そのため図面を見ただけでその形状を把握するっていうのは結構慣れないと困難ですよね。このような方に対し、図面だけを示して打ち合わせをするっていうと、説明する側の方はとても時間かかりますよね。3DCAD では 3D モデルを使ってその形状をお互いに認識しながらですね、打ち合わせをすることが可能です。しかしその場で形状を変更し発注者の理解を得るっていうのはちょっと難しいソフトが多いですよね。 BIM では 3D モデルを直接修正することができますので、発注者と打ち合わせをしながらその希望をその場でデータに取り入れ、形状を確認することが可能です。データの活用の幅が違うについてですが、こちら、 3DCAD で作れるのは 3D モデルと各種の2次元図面のみです。 BIM では 3D モデルを各種2次元モデルを作り出すだけではなく、資材の発注書、見積書、確認申請書類などですね、いろいろな資料を作り出すことも可能です。まとめます。レビットとオートキャドと 3DCAD ソフトについて今日のまとめですね、こちら。今は 2D より 3DCAD が多いですよね。で、3DCAD ソフトはたくさんあるんですけど、これから覚えるんだったら汎用性の広い方が良くないですかということで、おすすめはレビットです。そして今、世界で求められている BIM に準じているオートディスクのソフトはレビットです。レビットしかございません。同じって思っていても、実はですね、いろいろ得意なことが違うって思ってもらえばいいと思うんです。全部否定する気はないです。分かってもらいました？でも違いが分かるとですね、当然それはご自身のスキルアップにつながると思いませんか？スキルアップすれば将来的には時給や受注単価がアップしたり、指名受注も可能ですよね。だって今からまさにですね、業界で求められているスキルを補えるので、そんな未来を手にしたいと思いませんか？もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思っているのなら、初めての建築 BIM 21日チャレンジにぜひご参加ください。はい、こちらですね。30日のですね、レビットしか使わないので、レビットのもしもお持ちでない場合は、無料体験ソフトのインストールをご自身でやっていただきます。そして基本の操作方法を3時間で建物を作成できる方法などの動画をお渡しするので、ちょっと順番にやってください。みんなでやりましょうですね。本来であれば、有料級のコンテンツを今回に限り15名様限定で参加費無料で提供させていただきます。募集は今月の下旬からになりますので、ちょっとお待ちくださいね。さて、次回のアナザーさんはこちら。始めたいけど、レビットのソフトがない場合どうしたらいいの？っていうのをお届けしますから、お楽しみに。最後まで動画を見てくださり、本当にありがとうございます。最後にあれいきますよ。ご準備はよろしいですか？じゃ
けんぽん。まったね。建設の穴澤さんはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノートまたは YouTube で私のことを検索してくださいね。ではまったねー。